久保三笘の両ウィングね。あとは伊藤も使って久保インサイドハーフも見たいですけどね。でもそこにボールを行くような形を森安さん七海さんだと作れないから。で、一応さっき見た記事だと、森下、名古屋の、なんか H&P 中みたいな枠方で、名古屋の森下が、大枠左から森下谷口、板倉菅原みたいになってたみたいな。で、菅原も森下もさ、上がるタイプの 上限運動するタイプのサイドバックになるから、森下はウィングバックだし。なんかそういうになると、うん、三笘と久保が中入って両サイドバック上がって、インサイドハーフの旗手とか、まあ、ボランチの森田なのか、まあ、ドアもインサイドハーフ。ね、そういうふうになんかこう、迂回経路作れないみたいなで、どっちかが3バックの一角みたいになったりとかできないんじゃないかみたいな。あとは、久保とか三笘の中でも生きるけど、まあ張ったところからの普段一番本人たちのプレイバリエーションで多いところっていうのが出なかったりするんだろうな、みたいな思いますよね。 普通にセンターバックね、谷口より板倉と瀬古とか使ってほしいですけどね。あと、遠藤もセンターバックで試されたみたいなのがね、見ましたけど。でも絶対ななみさんふわっとやってるからね、あの、ちょうどピューポットで言ったような話ですけどね。だからまあ、また前回の試合と同じように、形ばっかり真似してっていう感じになるでしょうね。なる可能性が高い。な,ならないとしたら、サイドバックは普通に高い位置取って、両院が入ってくるけど、みたいな。トップしたらどこいればいいかわかんない、みたいな。なみこっちが立て付けろとか、広木バックパスするな的なこと言ってる記事見ました。みどみど。 なんか3対3のところに、ちゃんと記者の人がね、3対3の状況でつけろって言ってたみたいな、どう思いますみたいな感じで。<laughs> 事実を書いただけだろうけどね。一応擁護するとね、逆サイドに振るとその横パスかっさられてカウンターみたいなのがあるって考えたのかもしれないですね。でもね、サイドでね、数的同数になってきて、ね、逆サイドが振りになってることあるけどね、その状況自体を見てないから、あの、一概には言えないですね。何でも立てつけてみたいなことの言い方に見えちゃうけどな。 多分そううだろうけどあとは言われやすい選手とそうじゃない選手いますからね。伊藤博樹言われやすそうだからね。そうだから横パスのコースだったりとか別の迂回経路ちゃんと作った上での縦パスだと反対にも振られそうだから相手広がるんだけど。 もう、後ろがね、伊藤博樹側の谷口が作りきってないとか、そういうのガンガンあるじゃん、日本代表だと。あと、後ろ作ってないからもう縦にしか行けなくて、そこ縦狙ったみたいな感じでやられるっていうのは、まあ一番怖いですよね。縦行かせるからってって、後ろ作ってたから戻せたんだろうけど、その場面動画上がってるんだよ。いや、いるか。これだけじゃわかんないな、正直。実際に明日の試合でどうなるかとか、それですね。日本代表の練習で森保さんが、横ばっかりじゃ、 怖くないから立てつけろって言ってけどさ、あれだから多分柴崎使ってたんですよ。縦つけた後プランなくても縦つけんの森安さんは OK にしてるんですよ。そっからは選手の能力みたいな。だから大迫と相性良かったのかもしれないけど、現にそれで失ってカウンター食らってるし、しっかり迂回経路作って相手広げた上のてとかだったら分かるじゃん。そういうわけじゃなく、あの精神論的に立てつけろって言うんだよね。今、例えばペップシティとか、多分データで出したらそうなんだけど、ライン間へのパスって今めっちゃ少なくなってるの。 それなんでかっていうと、ライン間でターンするのってスペースち小さくてもまあ難しいし、失った時にゴールに最短距離でカウンター食らうから。で、うかい経路使うか、長いボール入れるか、で、その中で押し込んでのクロス攻撃とか多くなってるじゃん。ライン間つけるのも横からつける方が多くなったりしてるんですよ。ポルトガルのね、あの、ポルティングだっけ。森田さんチームのアモリムって監督もそうだし、あの、FC 東京のプッチとかもそうだけど、戦術家って言われる人たちがみんなライン間への縦パスを禁止してたりするんだよ。実際にそれを。 もう選手が言ってたりとかするから。そうだから、ね、横パス使いながら縦を入れるタイミングは重要なんだけど、そこは、どういうロジックでそこに入れていいかどうかっていうのを、ちゃんとしないといけないから。だから、あの、デゼルビのサッカーはそうじゃん。縦につけるだけじゃなくて、ちゃんと二人降りてきてワあの、ワンタッチで落とせるようになってるじゃん。もうアーセナルもさ、ウーデゴールしかいない時に縦つけないじゃん。日本代表だとそれをやっちゃうんだよね。無理な縦パスみたいなのさ。だからあの辺なんかとか、なんでそんなしてんのと思ってたけど、練習とかのコメント見ると、あああ、そういう考えだったんだ。 みたいなね。もともと期待してないから別にいいんだけど。そういうので分かるから、だから、モーリーニョのハイプレスを仕込まないのも、いや、普通選手の能力的に言っても、今のビルドアップつなぎたい監督が多いサッカーで言っても、前からプレスかけた方がモーリーニョだったら、カリスマ性もあって、実績もあって、選手たちの言うこと聞かせられるから、 モーリーニョがハイプレスのサッカーやったら全然機能しそうなのに、それでもやらないモーリーニョは単純な時代遅れなのか、モーリーニョってこう頑固というか芯の強さがいいみたいあるじゃん。だから、いや時代がハイプレスとか言おうが、俺らは引くんだっていう、そのロジックがありそうなんだよね。なんでナヤミさんしたのでもあれですよね、ナヤミさんに関しては森保さんの希望だっていう説がありますよね。なんちゃってポジションやるチームが多い。 まあね、日本代表がそれやっていいってことしてますからね。<laughs> サイドバック無駄に中に入れて、偽偽サイドバックやってますから。だからまあ、日本代表は普通にすごい選手たちが何ヶ月かに一回来る工業として見て、その引率の先生が森保さんっていうイメージで見とけば別にイライラもしないし、まあ。その分ね、そこはもう日本代表なんかもう傍観者になるしかないから、自分がね、体現者になるためにシュワブやってますけど。ね、中田秀俊監督。まあね、でもまあ本人がやりたいことがありますからね、日本酒作りたいから中田は旅しながら。 そこはもうこっちのニーズと中田の希望はずっと合わないですからね。中田の人生だからそれでいいですからね。でも引率すらできない監督もいますから、そういう点で言うと森保さんはいい監督ですけど。別にね、フィジカル的にすごかったり技術的にすごかったら人間性がさ、ひどくてもサッカー界って生き残ってこれましたからね。その文化変わったっていうか変わり始めての最近でしょ イジルとかオーバーメンを外した時にアルテタがどんだけ批判されたかとかさ、ペップ・イブランの時もそうだったし、それが最近やっと変わりつつあって、そういうチームがね、結果残してね、あのカンセロの件での、ああいうドラスティックな処置しても、シティは優勝して、ね、カンセロかわいそうなんていう人一人もいないじゃん、今。だからそれになるとね 人としてしっかりしてない人がたくさんいるサッカー業界で、まあ、森保さんっていうのはそういう本質的なとこ見たらまたね、考え方もね、矢印自分に向けないで選手選手ってなってる時点でね、ちゃんとしてないかもしれないけど、一応人当たりっていうところではちゃんとしてますから、しっかりスケジュール守るとか、選手にひどいこと言わないとかね、本当にお前なんか使わないとか、理由なく戦力外にする監督が多いサッカー界ですから、そういうところでしっかり怪我した選手に向き合って、 ちゃんとこの人のために頑張ろうって思わせている森安さんっていうのはあのサッカー界において人間性の面ではいいあの指導者の一人でしょうねただそれだけじゃ全然足りないから言いますけどえー、最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうどうぞふとこでしたバイバイ